ゃ、かけまです。今日も、またまたアイスの動画です。すいません。今日も、森永さんのアイスボックスっていう、濃い果実の氷の動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。森永アイスボックス、濃い果実氷、巨峰味ですかね。ぶどう果汁 80% です。そういたしましたら原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思うんですけれども、ぶどう果実、巨峰 64%、香料に、甘味料ですね、シリコーン、以上です。エネルギーの方は、1本あたり48キロカロリーと、カロリーめっちゃ低いですね。中はどんなになってるんですかね。キューブみたいな感じになってますね。丸いんかなって思ったんですけど、こんな感じです。なんかチョコチップみたいな感じもするんですが、こんなんですね。こうやってなんか四角くなってるからアイスボックスって言うんですかね。これやったらコーヒーのやつ作ってほしいですよね。アイスコーヒーに入れて飲んでみたいですけれども、それではそしたら森永さんのアイスボックス巨峰味、お味の方をチェックしてみたいと思います。うん、なかなか美味しいです。すいません、汗だくで。巨峰、ぶどうの巨峰をなんか凍らせてそのまま食べてるみたいな感じで、ちょっと渋みのある酸味の甘酸っぱい味ですかね。で、とっても美味しいんですけれども、ちょっと氷がちょっとなんか歯ごたえがですよね。なんかもう一つアイスクリーム的ではないような感じもするんですけれども、どうなんでしょうか。これのコーヒーバージョン作ってほしいですよね。アイスコーヒーに入れて飲んでみたいです。それでは刀ですが、失礼させていただきたいと思います。